あの土曜日がすごかったじゃない、うん、渋谷、うん、で僕ら土曜日あの無限大ホールだったでしょ、うんうんうん、でたまたま無限大ドームドーム、ね、ドームっていうのが上にあって無限大ホールが同じビルにあるんですけど、うん、無限大ドームの方であのイグジットがね、うんうん、出てて、うん、こっち側が駅の方、まあ、お客さんがすごいその出待ちとかできるところで、こっち、まあ、あんまり通らないようなところでも帰れるよっていうところで、もう出たらさ、EXIT のさ、お客さんがさ、ファンがね、うん、ブーッっていて、いたね、すごかったじゃん。でもプラスで土曜日、ハロウィンの土曜日だから、うん、そのプラスの人もいて、うわーってなってて、うん、まあ、ね、一応さ、申し訳ないけど我々もさ、ちょっとこうパテってなった時もあったじゃないですか、うんうんうん、ありましたね。でそれの、そのお客さんのブワーを見て、もう俺ちょっと本当わかんない、体感ね、体感15分、体感立ちつくんじゃったのよ、体感それ多分ないよ、うん、多分15分もやってないけど、まあまあ、そうだろうね。お客さん見て、あの、あんまり記憶にないんだけど、うん、ボソッと言っちゃって、うわ、すごっ多分全を、手前のお客さんいや、あったんだよ、僕らにもそういう時期、そう、そういう時期あったんですよ、僕ら本当にあった、そういう時期あったんですよ、うん、俺思わず、うわ、すげえって言ってなったんだよ。人通りが少ないこっちから出るっていう、もうここに立ってたのにこっちから出るっていう、もう悲しすぎる。でもさ、なんかあえてその人が少ない方からさ、帰り道本当はこっちなのにさ、うん、避けていくっていうのもなんかさ、いやいや、お前じゃねえしって思われるのもちょっと嫌がりじゃん。いや、なんかピスタチオごときがなんかその回避してんじゃねえよみたいなさ、ザーそう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 、思われるの嫌だから、俺はなんかそっちをメインを通るわけよ。でもそこを通んなきゃいけない、うん、まあまあ、その一応ピスタチオ知ってくれてるだろう、そのイグジットのファンとかお笑い好きな人は、まあ、気づいてくれるかもしれない俺のこと、うんうん、でも俺じゃないの分かってる、うん、だから俺はもうそこで俺にも声かけた人いたんだと、ただ俺は足早に去ってったから声をかけられなかったんだって思いたいわけ俺は。はいはい、だからあなた方が声をかけなかったんじゃないですよと、かけさせらなかったんですよ、そう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 っていうふうに思いたいから、ちょっとこうやって早足でわーって言ったら、うん、後ろの方から、イジさんって声が聞こえて、うん、一人なんか女の子がバーって走ってきて、来たじゃん、結構いつも来てくれてる子なんだけど、うん、その子がバーって走ってきて止められたのよ、うん、ちょっとなんかその集団をちょっと抜けたぐらいのところで止められたのよ、はい、でこの集団はもう俺に気づいてんだよ、うん、でもこの子が止められて、まあ、1、2分ぐらいこう写真撮ってる方が何であったわけよ、うん、まあ、この2分間の間にさ、こっち来てもいいわけじゃん。ただそうだね、そうですね、ただその子たちが一人も来なかったってことは、うん、分かっちゃったのが、うん、正式に1だった。だ何百人ぐらいいたのの、俺は気づきたくなかったの、うん、3、4はいてほしいって思ってパーって行ったんだけど、正式に1だ、でも出るじゃなかったからね、1だから